冴島大河、おとなしくしろよ。何？ジタバタする気なんかあらへん。いやいや、逮捕される気まんまいいやん。逮捕される気まんまいいやん。お、誰だ？また刑事がいる。誰だ？ちっ、クソが。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。本当や。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会で、ごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから何まだあんの？桐生一馬の病室はそこだな。何やと？何やと？同じ反応すんな。え、何？警視庁の者です。どうかそのままで。え、何？は？何？桐生一馬を、はい、カムロ町での暴行傷害、はい、並びに器物破損の容疑で逮捕します。それだけで？まあ喧嘩場も、いや、それだけで、ただヤクザ倒してるだけよ。警察は元東条会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。だでもことパフォーマンス、抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと、まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。元四代目けど、今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東条会の下の連中は収まらねえだろ。うん、せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ、桐生一馬ってのは道島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まあそういうことだな。まともな弁護士がつけば無所には入らずに済むはずなんだが。だがなんだよ。桐生の出方次第か。出方次第、なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、うん、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ、うん、おっと桐生さん、ここは一体、うん、なんだ、うん、これは何なんだ。お、お、お、目を覚めた。お目覚めですか、四代目。おっと、誰だ。お、リーゼント男、東条会六代目会長、堂島大吾。大吾か。いい名前じゃないですか。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、うん、妙な噂なんだ。よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません、うん、桐生さんが
無所に入るって話です。ああ無所ね。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは俺は元極道で、はるかはその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺やはるかにその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。本当にそれでいいんですか。桐生さん、俺やはるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ほう。ドームステージではるかは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。家族って言ってたよな。家族って呼んでたよな。俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。ふん。